チャオ、あっちゃんです。ドライベジタブル干し野菜2日目です。では、今朝10時になったんで表に出したいと思います。はい、今日もね、快晴、いいお天気です。ちょっと風があるかな。またね、ここはね、日当たらへんね、朝10時ではね。でも、こんな感じ、日がね、向こうしか当たってる。だからこっちが南、西やからね、まだ東の方に日があるから、ここから夕方までここへ出しておきましょう。今日ちょっとね、もうお出かけするからかもわからへんから、もしかしたら早めにトイレちゃうかもわからへんけどもね。まあこれだ、そう、夕方になったらね、また乾燥戻っちゃうね。でも昨日夜ね、ていうのベランダのとこで干しっぱなしにしてるから、ちょっとね、昼よりも乾燥してるかも。ちょっと見てみましょう。ここに置くとね、カメラを落とすとこやから、うまくまたがして、よいしょ、ちょっと持って、体で押さえようか。こんな感じでいけるかな。ちょっと開けてみます。昨日ちょっと湿った感が、結構昨日取り入れた時よりはごぼうさんカリカリ、これも結構カリカリ、まだこのちょっと大きいのはちょっとしっとりしてるけどね。トマトも全然、はい、トマトはね、まあ、あれしてもレンチンでちょっとドライにしてもいいかもからね。はい、ということでね、ちょっと乾燥野菜、干し野菜、引き続きやっていきたいと思います。こんな感じね。あ、キノコ触るの忘れた。キノコがすごい気になってんね。あ、結構硬い硬い。いい感じ、キノコ。まだちょっと中はね、中はまだちょっと焼くけど、カリカリになってんの。いいな、高校の応援の練習してるんだよ。吹奏楽部。声が聞こえてくるんよ、高校の近くね。あの、夏やなーって感じがしてさ。あっちゃんちの夏の風物詩です。あっちゃんの後輩たちがね、野球を頑張っております。はい。ってことでね。これ以上干しときましょう。はい。ということでね、また、2日目、どんな状態か、今日の夜またチェックしたいと思います。はい。6時過ぎたから取り込みに行きました。結構ね、今日はね、日が当たってたからいい感じになってる。はい。あのね、トマトはどうもね、やり方を間違えてるようです。半分に切らんとダメみたい。全然カリッともサクッともなんだって、同じまんま。プリプリなトマトです。つんでねえの、これカリカリ。大根もカリカリ。これがね、結構小さくなって、ニンニクになったな、カブ。ニンジンさんも結構しなっとはしてるけど、この大根、これお漬物したら美味しいんちゃうかな、多分。で、キノコはもうカリカリ。うん。2日間干すだけでこんな感じ。この小さいやつね、ちょっとずつぬか漬け入れていこうかな。今日の、イニシャル T が楽しみです。はい、ということでちょっと取り込んでおきましょう。はい、取り込んでまたね、ベランダをかけておきます。まだこのままかけておきます。はい、よいしょ、よいしょ。はい、これまたね、終わりにしましょう。夜またね、漬物するときに使いましょう。あとお料理に使ってもいいしね。はい、はい、ということで、今日のあっちゃんの野菜の、はい、今日のあっちゃんの干し野菜の作り方、2日目、作り方じゃないわ、干し野菜作り2日目、結構いい感じにも乾いたんでね、今日ちょっと何個か使ってみたいと思います。はい、ということで、あっちゃんの新プロジェクト、干し野菜、干し野菜というか干しなんとか、はい、これからもやっていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。あ、言うの忘れた。干し野菜いいねと思ったら高評価を、また応援コメントとかね、こんなんもいいよとかね、こんな仕方がいいよとかね、あとチャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。